¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido a su canal de Ruso 503. Démosle por ahí intro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí el Ruso 503 en un nuevo gameplay de Genshin Impact. Y bueno, mi equipo de relaciones públicas me dijo que tenía que hacer conciencia sobre la pandemia, el uso de las mascarillas y todo eso, bueno, y acepté, pero bajo mis propios términos. Así que continuamos con el gameplay de Genshin Impact, que esta vez, no estoy seguro si esta es misión de historia, pero igual la voy a hacer, sobre hablar de Kaeya, sobre un pirata y cosas así. Ya me imagino qué quebradera de cabeza me voy a pegar con esta misión, porque es de búsqueda. Así que continuamos con nuestra hermosa Maid Loli. No sé cómo hace Kaneki para respirar con esto. ¿Qué es lo que está haciendo? モンドの流災は何とかなる。我々があのケダモノを。ケダモノ？おや、代理団長殿は違うとでも。帰国の外交官にはもう少しまともな態度を示していただきたい。モンドの四風守護、その一つを処理したいだと。セピロス騎士の前で。そういうザレ事はやめていただきたい。ザレ事など滅相もない。よかろう。今日の協議はここまでだ。今回の成果は双方が誠実に建設的な意見を交わした。それで事実通りに記録させてもらう。まあ、おかえり。協力ありがとう。おかげでモンド周辺の元素循環はやっと落ち着いた。風魔竜の襲撃による余波も一段落ついた。しかし施設団側の圧力はもう無視できないほど大きくなっている。施設団？外交の施設団か。リウエ港から？それとも稲妻城から？スネージナヤ七神の中で標人を祀る国家からだ。その使者には名前があってだな。ファデュイ。ああ、ファデュイか。聞いたことあるぞ。でもあまりいいイメージはないな。風魔竜を殺すことが正しいと私は思わない。それに氷の神が率いるファデュイは風神眷属の力を望んでいる。それが見え見えなんだ。どうかしたか？ああ、騎士団本部に戻ろう。こんなところで大事な話をすべきではないな。Ay, hermosa. ¿Qué dicen si la vemos modelar una vez más? Hermosísima Noel. Hermosa, preciosa, divina. Desde que saqué a Noel Chan, no volví a utilizar a la prota. まずい。これはまずいことになったな。どうするか。おお、旅人、これは千の風に感謝しないとな。今凡人を助けるため風神が使わした使者よ。どうか手を貸してくれまいか。うわ、
なんかモカモカするぜ。¿Alguien le prestó atención al ignorado de la izquierda? 実は騎士団のやつらの耳には入れられない話でな。お前にしか頼めないんだ。 Cuando lo veo me pregunto si no hay condición física para entrar los caballeros. ここじゃちょっと。場所を変えよう。そうだな。騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。Ah, por lo visto esta misión va a ser de varios cortes. Bueno, señores, gracias a la magia de la edición, esto será un poco más corto de lo que creo que va a ser. この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ？何から話すか。そうだな、まず一つお前たちに秘密を教えてやる。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろう。旅人、そんなの常識だぜ。母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。Vaya dato perturbador。お宝？手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝！おったまる、おろおたねはなへた。それはどんなお宝だ？金塊か？宝石か？ふん、金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。うわあ、すごい、すごすぎる。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいなら、オイラたちが。とにかく安心しろ、オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあ、どうだ、ワクワクしないか。すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集
明ようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろ。おっと、そんなくだらないことのために来たんじゃないぞ。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや金髪の海蛇を切ったっていう超超すっごい神剣を探してるんだ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だ。bueno, señores, por lo visto, esta va a ser una misión larga, tediosa, así que con la magia de la edición, vamos a hacer un poquito más corta, vamos a tratar de resaltar los detalles que van a necesitar para encontrar el tesoro de Kaeya, y espero les ayude. Porque está demasiado largo. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¿Ah?情報提供？戻ってきたか。何かわかったか？はあ、冒険者協会で聞き込みはしたけど、手がかりなしだった。当然だな。いや、手に入れがたいものほど手にしたとき喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやらアルカディア遺跡について知っている人間がいるらしい。本当か？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。その通り、さすがだ。俺も一応騎士だからな。そういう裏社会とつながりを持つわけにはいかないだろう。助かる。頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。あそこ見ろ、あの子やばい。しませんと。とんだ目にあったわ。あいつの頼みなんて聞かなきゃよかった。あいつ、ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として毎日旅人。じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあお前がちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。情報屋は人脈を重んじるからね。やったあ。でも結局得するのはガイアじゃないか。情報量は出してもらうはずだったんだから。それじゃあよく聞いてね。アルカ湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。ねえ、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はあ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、次は謎解きかよ。でもこんなもん、旅
旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ頭は切れる。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないなら、ひとまずオイラたちで考えてみようぜ。Ok, ok, la primera ubicación es casi al centro de la ciudad. Te subes a uno de los edificios más altos y buscas ese molino. Justamente en ese molino está la primera pista. Si lo comparas bien con lo que es la imagen que está a un lado, ahí puedes ver el cofre desde acá. Ahora tú tienes que llegar hasta ahí. ¡Mírate, mírate! ¿Qué ha pasado?彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。とにかく今回もよろしくな。La pista, abre el mapa y busca la ubicación. Te recomiendo que tienes que llevar acá a ella, ya que vas a utilizar el elemento hielo en aquellos pozos que ven allá arriba. No se me ocurrió mejor manera.Después de eliminar y limpiar la ubicación, activa los pozos con la habilidad crío de Kaeya. Bendiga habilidad, ¿cuánto tarda en cambiar? Y eso que he tratado de editar para que no sea muy larga la pendejada que me di ahí. Ok, aquí tienes la segunda pista. ¡Core de nazo wa subete tokitaze! ¡Taien datta na!それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、さすがオイラの相棒、全く同じことを考えてたぜ。すぐに行かないとな、誰かに先を越されたらまずいもんな。例えばガイアが、ガイアが言ってた宝刀団とかいうやつらにな。オイラはただその噂の剣をこの手に、いよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ出発。どうすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。OK, vamos a la tercera y última ubicación. Ahí está lo que es la tercera pista y la apertura del mapa para que se puedan ubicar bien. Llevenal personaje de su preferencia. Yo me llevo a mi loli sirvienta, me encanta Noel. Y en fin, van a llegar hasta una cueva. Arcadia 遺跡ってここだよな。なんていうか普通だな。わかったぞ、普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜ、ガイアのじいちゃん。
ネズミだろ。ビクビクすんなって、大丈夫だから。さっさと行こう、お宝が待ってるぜ。消してこの辺りを探そうぜ。その必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お、勘がいい。でも気づくのが遅すぎた。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。道案内ご苦労さん。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこから漏れたんだ。ふん、でもオイラは諦めないぜ。おい、見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくれてはずになってる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。騎士団だと。おお、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝。悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。おとなしくお縄につきな。え、お宝がない。今お宝がないって言ったか。やられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、ちょっと待て。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをしていて。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、わかった。ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。
交渉成立。少し残業するか。おとなしくしやがれ。お前って本当この瞬間お前は永遠を手にする。やっにせっかって。こいつはどうだ。逃がさないわよ。なんだ、なんだ。これは。お仕置き。まさか騎士団に助けられるとは。情けない。約束はしっかり守ってもらうぜ。さもなくば今のよりもっと恐ろしい目に遭わせてやるからな。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか、騎士団。冗談だよ。さて、こいつをモンドへ連行しろ。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要ない。二人は今回の功労者だ。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に砲塔団を捕まえられたんだからな。うん、嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ。わかったわかった。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないとなんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。で、この件は夜を切り裂く勝利への不行進剣。名前の通り、光と勝利を象徴する剣だ。
この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これで黎明の神剣？そうだな。話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその黎明の神剣だ。分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は下方者だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ。同じことは二度としないと誓うよ。そういえばお前たち、自力で謎を解いてよくここまでたどり着いたな。あの手がかりもお前が仕込んだのか？そうだ。でもあの曖昧なヒントじゃお前たちにはちと厳しいと思っていた。だからいつでも解説する準備ができていたっていうのに。まあ今回の件で唯一俺の予想外だったことだ。ひひん、あんなの大したことなかったぜ。何はともあれお前たちの知恵を認めよう。知恵は嘘をつかないからな。知恵を使って人を騙すやつもいるけどな。楽しい一日だったよ。それじゃ俺は帰って、やつ今日はここで失礼するぜ。また。Bueno, muchas gracias, señores, que quedaron hasta el final del video. Esta es prácticamente la solución de cómo encontrar todas las piezas y las pistas que están distribuidas en el mapa. Voy a tratar de editarlo bien, que les queden las pistas bastante claras para que no les cueste tanto a mí. Esta grabación prácticamente fue de casi una hora y 10 minutos. Sé que soy manco para las pistas, pero se lo voy a facilitar un poco más. Gracias por acompañarse, suscríbanse, den like, hagan clic en la campanita y los espero en el siguiente video. El ruso 503 se despide, muchísimas gracias. Mientras los dejo con una regocijante vista de nuestra Onechan preferida.